人気グループ嵐の松本潤一主演で2016年に放送された TBS 系連続ドラマ日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士 C3I の特別編が31日に放送されることが決定した極次。同ドラマは個性的な刑事専門弁護士たちがぶつかり合いながらも逆転不可能と思われる刑事事件に挑んでいく新感覚の痛快リーガルエンターテインメント。松本の日曜劇場初主演作として注目を浴びたが、その痛快なストーリー展開はもちろん劇中での小ネタやプロレスネタなどユーモアに富んだ演出も好評を博し、18年には日曜劇場枠としてシーズン2を放送、シーズン I に続き大きな反響を呼んだ。主演の松本が超型破りな弁護士深山大翔を演じ、深山とチームを組むことになる佐田篤弘役に香川照之、立花彩乃役で A クラナが出演。3人をはじめ当時話題となったまだらめ法律事務所の面々のやりとりや劇中で扱われる小ネタも見どころだ。今回の特別編では新たに収録された出演者たちからの特別メッセージも放送。リモートでの収録となった特別メッセージでメンバーたちはどんな息の合った掛け合いを見せるのか。さらに第一夜である31日の放送ではディレクターズカットを再編集し DVD ボックスの音声特典として収録されていた松本、香川、A クラによるオーディオコメンタリーを副音声にて特別に放送することも決定。ドラマだけでは見ることのできない3人のコミカルなトークにも期待が集まる。